昨年はおよそ16万人の観客を集めた光の祭典が今年も開催されます。会場の元府中公園には数々の光のオブジェが皆さんを出迎えし、また都内の自然木としては最大級の20メートルを超える8本のメインツリーと光のアーチが音楽に合わせて点灯いたします。さらに竹の塚駅から元府中公園までの約 1.2 キロメートルに及ぶ竹の塚欅大通りのイルミネーションは都内でも随一の長さを誇っています。今年は足立区政80周年と東京電機大学東京千住キャンパスの開設をお祝いし、北千住駅東口を出てすぐの電台通りにもイルミネーションを行います。また11月30日の点灯式ではミニステージでのライブや東京電機大学壁面をスクリーンとしたレーザー演出も予定しております。光の祭典 in 千住は11月30日から、光の祭典2012は12月1日から、ともに12月25日までの開催です。今年は2つの会場で行われる足立の冬の風物詩光の祭典、どうぞお楽しみください。